大倉君、はい、言いたいことあるやろ、言うたら一発かましたれ。先輩やけど、うん、容赦せんぞ。よし、気持ちいいよ。ドラマ共演したら、うん、先輩後輩仲良くなるって聞いたけど、うん、メール全然返ってけ。言い返したれ。あの時、ご飯、マッサージ、うん、餃子、ああ数々ごちそうしてやった。 あんまり美味しそうな顔してなかったじゃねえか。どういうことや。先輩が怒ったってるぞみたいな顔してたんか。気に入らなかったじゃん。そんな顔してたんか。そんな顔してたんだろ。ごめん。言うたれ言うたれ。ドラマの時キスシーンして恥ずかしそうやったけど、ああ本番5回も NG 出しておられる。わざとちゃうんか。わざとちゃうんか。お前キスシーンで5回 NG を出したことだけは言っちゃダメだろ。それだけ言っちゃダメだろ。本気で言うたれ言うたれ。多分もううちないですね。ごめん。行くか。今のマイクパフォーマンス対決はどうだった。いや、とりあえず時間を返してほしいですね。そうだね。やっぱあるんだね、こんだけ時間の無駄だと思うことね。いいですよね。さあ、それでは前